こんばんは、ソムリエなゆです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて、今回は思わずジャケ買いしたくなる、一度見たら忘れられない魅力的なラベルのワインをご紹介します。皆さんもそういうワインに出会ったことあるんじゃないでしょうか。ぜひジャケ買いしたくなった、またはジャケ買いしちゃったラベルのワインなどありましたらコメントで教えてください。今回はスパークリングワイン編ということで、見た目も可愛くて味も美味しいギフトにもぴったりなワインを7本ご紹介していこうと思います。それぞれ味わいの特徴やおつまみとのペアリングなどについてもお伝えしていきますので、ぜひ気になるなとか飲んでみたいなというボトルを見つけていただけると嬉しいです。では早速紹介していきましょう。最初の1本はこちらのフランスロワール地方のスパークリングワインですね。ヴァンムスアトモスフェールというワインです。生産者さんはドメーヌランドロンという作り手さんで、ブドウの品種はフォルブランシュ、ピノノワール、シャルドネのブレンドです。このラベルを描いたのはミシェル・トルメーさんという方で、ナチュラルワインを題材としたイラストを多く描いている方です。このようなフランス語の漫画もあって、本当に中身も可愛らしいんです。個人的にはこのワインは初夏のイメージで、青リンゴやレモンのようなすごく爽やかでさっぱりとした香りが特徴だと思います。味わいもすごくすっきりしているので、キンと冷やしてちょっと汗ばむくらいの季節になったらもうグビグビ飲みたい感じですね。合わせるおつまみとしてはチキンのハーブ焼きとか魚介のハーブマリネとか、ハーブをたくさん使ったものと合わせたいなと思います。お次はこちら、同じくフランスロワール地方のロゼスパークリングワインですね。このラベルもすっごく可愛いんですけど、名前もとっても可愛くて、イチゴっていう名前のワインなんです。こちらの作り手さんはルドヴィック・シャンソンという方で、ブドウはグロローというブドウを使っています。名前の通り本当にイチゴの香りがチャーミングで、味わいもジューシーでとっても可愛らしいワインなんです。この名前の由来は、輸入業者さんが試飲した時に香りを嗅いでイチゴだって叫んだところからこの名前になったそうです。私はこの生産者さんのところにも訪問したことがあるんですけど、ちょっとシャイなんですけど、すっごく真面目に畑仕事をする人で、生産者さんのすごくキュートな人間性が現れてる味わいだなと思います。こちらのワインはですね、お花見とかピクニックとか晴れた日に外で飲みたくなるような、ちょっとウキウキするようなワインですね。お次はこちら、スロベニアのロゼスパークリングワインです。グンツという生産者さんのキャンバスロゼという名前のワインです。ブドウの品種はピノノワール 100% です。一見モノクロで分かりにくいんですけど、よく見るとブドウ畑の中で見つめ合う男女がいるっていう、とてもロマンチックなラベルなんですね。見た目は可愛らしいんですけど、味は結構ドライで、ラズベリーのような赤いベリーの香りに加えて、ほんのり香ばしい酵母の香りがあるので、カンパーニュのようなちょっと香ばしいハードタイプのパンをカリッと焼いてチーズを乗っけて食べたりして合わせるととっても美味しいです。お次もスロベニアのワインです。ゴルディアという作り手さんのナチュラルバブルスという名前のワインです。ブドウの品種はマルバジアとシャルドネのブレンドです。こちらはシャンパーニュと同じ瓶内二次発酵で作られているスパークリングワインです。見た目はとってもポップで可愛らしいんですけど、味わいはとてもリッチで高級感のある感じですね。とても泡も元気で、旨味がギュッと詰まった飲み応えのあるワインです。こちらが栓が王冠になってるんですけど、本当にスプラッシュするくらいすごい元気な泡が特徴で、一口飲むとこちらが元気になりそうなくらいすごく泡の刺激が強いんですね。そんなワインなので、ちょっとクリスピーな食感の白身魚のフライとか魚介の天ぷらとかと合わせるといいかなと思います。お次はこちらスペインのワインですね。エセンシアルラルという作り手さんのパンパネオアイレンアンセストラルナチュラルワインという名前のワインです。ブドウの品種はワインの名前にもなっているアイレンというブドウです。このラベルもすっごい可愛いですよね。カラフルでフラメンコを踊っている人の足が描かれています。ダンスの好きな方とか、ダンスをやってらっしゃる方へのギフトにしてもとってもいいと思います。味わいも個人的にとっても好みで、フレッシュなハーブとかグレープフルーツのようなほんのり苦みを伴う爽やかな感じが、とっても美味しいワインなんです。
これはすごくさっぱりしてるんですけど、旨味もギュッと詰まった感じなので、火を入れた魚介に合わせたいなと思います。例えばタコの唐揚げとか、イカやエビのフリットにレモンをギュッと絞ったものもとっても合うと思います。お次はこちら、ドイツのロゼスパークリングワインですね。こちらはロレンツという生産者さんのバッハゲキュストセッコという名前のワインです。ブドウの品種はポルトギーザーです。こちらのアルファベットがですね、遠くから見ると唇の形になってるんです。バッハゲキュストというのが目覚めのキスという意味で、すごく可愛らしいロマンチックな名前のワインですよね。こちらもイチゴみたいな香りが特徴で、すごく可愛らしい味わいのスパークリングワインです。モッツァレラチーズとかクリームチーズのような、ちょっとクリーミーで酸味のあるようなチーズと合わせていただきたいですね。最後はこちら、同じくドイツのスパークリングワインです。こちらはリタさんとルドルフさんというご夫婦で運営されているワイナリーで、このルドルフさんにお会いしたことがあるんですけど、すごく真摯で真面目な生産者さんなんですね。以前はドイツでは珍しかった自然な作りを行うワイン生産者さんの先駆者的な人なんですね。ドイツ国内はもちろん、ドイツ国外からもとっても高い評価を得ている人なんです。彼のワイン作りのモットーというのが、ブドウが育った場所の味がするワインということで、そういう考えもすごいかっこいいなと思うんです。個人的にもワインの味もそうなんですけど、このラベルもすごく好きで、もうとにかく可愛いですよね。味わいはリンゴや洋梨のようなフルーティーな香りで、ブドウのエキスがギュッと詰まった本当にピュアで澄み切った味わいが特徴です。本当にもうスルスル飲めちゃう危険なやつなんですね。このラベルを見ながら味わうと、さらに楽しくなるような、飲み手がニコッとなるようなワインだと思います。では7本紹介してきましたが、せっかくなので私のお気に入りのトロッセンのワインを開けていきたいと思います。では私の愛するトロッセンセッコいただきます。まずは香りから、いい香り。すごい洋梨とかリンゴみたいな、すごくフルーティーで、あと白い花みたいな可愛らしい可憐な香りですね。ではいただきます。すごくジューシーなんですけど、しっかりと酸もあるので、とっても爽やかな味わいですね。この泡も強すぎず弱すぎず、口の中が弾けるような感じで、本当に飲んだ人みんな笑顔になると思います。このワイン本当に私大好きで、いろんな人に飲んでほしいなと思います。うまっ。今回は私の個人的な解釈と偏愛によって、見た目も可愛くて味も私好みなものを選ばせていただきました。今回ご紹介しきれなかった素敵なラベルのワインもたくさんありますし、白ワイン、赤ワインバージョンもお届けしたいなと思っておりますので、ぜひお楽しみにしていただけると嬉しいです。また皆さんもジャケ買いしたくなったワインがありましたら、ぜひコメントで教えてください。いかがでしたか？このチャンネルではおうちワインがもっと楽しくなるポイントなどを発信しています。美味しそう、飲んでみたいと思っていただけたら、ぜひ高評価ボタンをお願いいたします。ご質問やリクエストなどございましたら、ぜひコメント欄にお寄せください。また私の公式 LINE では、今日高菜チャーハン食べるんだけどどんなワインが合うかなとか、お友達のお家に持っていくのにおすすめのワインありますか、などなど、ワインに関するお悩みや疑問を24時間受け付けております。あなたの専属ソムリエがお答えしますので、ぜひ概要欄のリンクから友達登録お願いいたします。今日ご紹介したワインたちは、見た目ももちろんなんですけど、味も本当に素敵なものばかりなので、本当にいろんな方に飲んでほしいなと思っています。ぜひ飲んでみたよ、ペアリング試してみたよ、などなどコメントいただけると泣いて喜びます。それではまた次の動画でお会いしましょう。素敵なワインの時間をお過ごしください。またね。
最後までご覧いただいてありがとうございます。もう一本ちょっと紹介したいので番外編で紹介させていただきます。そのワインがこちらです。可愛いというよりもう衝撃的ですよね。こちらはオーストラリアのデリンクエンテという作り手さんのタフナッツという名前のワインです。この作り手さんのワインはこういうすごいぶっ飛んだラベルのワインが多いんですけど、味はすごく美味しいんです。一度見たら忘れられないラベルといえばこれは外せないよなと思って番外編で紹介させていただきました。こちらのワインは結構リーズナブルなので、ぜひ見かけたらお手に取ってみていただけると嬉しいです。ではバイバイ